オラクルの、まあ、扱っている商品たくさんあるんですけれども、その中で、テクノロジー製品と言われている製品の、を販売していく上での営業以外の部門、エンジニアリング部門ですとかパートナーさんですとか、あと製品そのものですとか、その辺を統括しています。そうですね、HP で、まあ、10年前まで HP にいたんですけれども、 HP で最後は副社長までやらせていただいて、でサービスビジネスっていうのを全部統括してたんですね。でところがその HP っていう会社が EDS っていう会社を吸収合併すると、一緒になるっていうことで、 EDS っていうのがもともと HP よりも大きなサービスをやってる会社でしたんで、まあ、いろんな機構が変わってしまう、どうしようかなと思ってるときに、私一時期アジアパシフィックの仕事をしてたんですけども、その時の上司のシンガポール人が私より先にオラクルに来てて、でもうハードウェアのビジネスとサービスビジネス散々やっただろうと、でオラクルは全く違う世界だから来てみないかって言われて呼ばれたと。48で初めての転職、外資系にしては珍しいですけどね。大学時代は、まあ札幌から汽車通って今呼んでますけど、こっちで汽車っていうと笑われてしまうんですけどね、電車しかないって言って、汽車通してましたし、で今住んでるところが札幌の西岡ってところなんですけども、まあ、通勤ですから結構時間がかかって、でそれでも毎日ちゃんとクラブ活動があったんで ほぼ解禁、休んだ学校休んだことは記憶ではないですね。毎日練習がありましたから、で行って授業出て、で授業出て、練習をして、で練習をした後で今度ゼミの勉強準備をしなきゃならないんで、一回図書館に戻って、で図書館でゼミの勉強して、でその間に、短大部っていうのが昔あったんですけど、夜間ので、そこの食堂でご飯食べて、それからもう一回道場に戻って、自主練をして、で、夜の9時17分だったか14分に小樽発の釧路行きっていう鈍行列車が走ってたんですね。唐松っていう、鈍行なのに名前ついてるって唯一の列車なんですけど、私が4年の時亡くなっちゃったんですけど、それに乗って帰ると、で先輩とビール飲みながら帰ると、そういう生活してました。思い出っていうと、まあそういう生活が思い出ですね。まあだから英語のアレルギーがなくなったっていうのと、何でも自分で調べなきゃダメだと、でこれは最初の会社に入った時に、まあ、エンジニア、いきなりエンジニアだったんですけれども、人に聞く前にまず自分で調べろと、マニュアルちゃんと読めて、もうすごく先輩から言われましたけど、まあ、そういう英語の文章を読むのが、まあ、苦にならずっていうのは学生時代の勉強だったかと思いますね。まあ、周りを見てると IT 業界にずっとそのまま行かれる方もいらっしゃるし、でそこでの経験を生かして他のことをやられる方もいらっしゃるし、全く別のことをやられる方もいらっしゃるし、私どっちかっていうと、もう IT はもう1ラウンド、まあ、1ラウンド、まあ、こんな終わったらもうそれで、全く元気ちゃうのも寂しいですから、それは残しておくかもしれないですけども、今までやったことのないことで、あとやりたいなと思ってるのはやっぱり北海道に関わるとか、であと国際的なことをもっとやりたいとか、から北海道のファンを増やすとか日本のファンを増やすとかいうのを何らかの形でこう社会に還元するような仕事を手伝えればなというふうに思ってます。